はい、アトラスラジオ、お耳の恋人、山口敏太郎です。男の人は、敏太郎さんが恋人だったら怖いよというふうに言われたので、女子の方はお耳の恋人山口敏太郎でいいと思うんですが、男子の皆さんはですね、お耳の親友山口敏太郎、もうなんだか分かんなくなってきましたよね。まあそれでいいんです、このシリーズは。はて、おかげさまでこのオカルト専門チャンネルで始まりました山口敏太郎 YouTube 公式チャンネル、なんと3万人を突破しました。まあ10月中の3万人突破というのを目標にしてましたので、非常に嬉しいといったところです。まあ年内ですね、今後、6万人を目指したいなと、大晦日までに6万人を目指したいなと思っておりますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。それでアトラスラジオ、まあ、山口敏太郎 YouTube チャンネルの中核の番組の一つでありますアトラスラジオのですね、イベントが行われましたね。いやーもうね、大盛況でしたよ。新宿ゴールデン街劇場に67人のお客様が集まりまして、もう熱気ムンムン、ね、ドラゴンボールのテーマで竜使いのシーアさんが入ってきたり、ね、いやもうでもシーアさんのテーマソングってこれぐらいしか思いつかなかったんですね。あのネバーエンディングストーリーとどっちにしようかなとも思ったんですけどね、やっぱりドラゴンボールがいいかななんて。竜があのシェンロンを使いますからね。あのまあ、シアさんの場合は線路以外もいろいろ使うんですが、それからですね、威風堂々というクラシックで遠野さん、まあ65歳ということでね、ちょっと重鎮ということで割と重厚なテーマを選ばせていただきました。それで、八尾純一さんのですね UFO 番組のテーマで、入ってきたのが光明さんというところですね。光明さんのね、あの映像もいくつか流したんですが、映像担当がですね早めに到着する予定だったのが電車が止まってですね直前まで来れないという、八王子から保坂が来たんですけどね、来れないという状況になりまして、まあ急遽その場でいろんな映像を見せるという感じで、もうちょっと映像が見たかったぞっていう意見もありますので、ちょっと次回はさらに映像を増やして対応したいなと。それで遠野先生がその場であの膝の悪い方を治したりですね、まあ他にあの椎谷さんも数々の病気の相談に乗っていました。またアベンジャーズのイベントをやってくれないかという意見も来てましてですね、私もね嬉しい悲鳴ということで、ぜひちょっとイベントをやっていきたいなと。それでまあできればですね、まあ節目節目でやっていければいいかなと思っております。でまあこの感じでいくと、まあ、11月ぐらいに、まあ、4万人達成かなというふうに思っておりますので、まあ11月にですね、まあ、4万人達成記念ライブということで、また新宿ゴールデン街劇場、うちの会社のホームですけども、そこでやりたいなと思っております。今回はですねおもろ怖い話、おもろくてちょっと怖いぞと、それ面白いけどなんか怖くねえっていう話ってあるじゃないですか。ある意味これ考えようによっては怖いよねっていうのがありますよね。まあ、それをちょっと特集したいなと。でいろんな芸人さんとか文化人ができて、おもろいけど怖い話をしていこうかなと。でこれはあのアトラスラジオでいう奇人変人コーナーでもありますので、皆さん楽しみにしてくださいね。これ見逃せないです。で日時とかそういうのはまたもうしばらくしたら発表できると思いますので、またチケットゲットの方よろしくお願いいたします。で12月もまた何かアベンジャーズイベントを考えてますので、12月はねできればジャネットさん、地獄に行った女性、
これにですね、この方にですね出ていただければ幸いかなと。まあサイコメトラ渡辺亮さんにも出てもらいたいんだけど、どうかなと思ってるところもありますからね。まあ女性の出演者はなかなか顔出しっていうのは難しいところもありますんで。さて、割とかなり盛り上がっているアトラスラジオなんですが、今日はどういうお話をしようかなと思ってるんですが、オカルトと幻覚という話をしたいなと思っております。オカルトと幻覚、はい、これはかなり深い関係がありますね。幻覚がオカルト現象の一つの原因であるということは、まあ否定しようがない事実であります。でよくねアトラスラジオでいろんな人がいろんな話をしますけど、ビンタロウさん全て信じてるんですかっていう質問がありますけど、これ何度も申し上げてますけど、僕は全て盲信してるわけじゃない、まあ、そういう話もあるなと。その人がそういう話をしてくれたら、あ、それがいいねと思いながら聞くっていうことはしてます。でも全て盲信してるわけじゃないんだよってことを言ってますね。だからまあね、これはひょっとしたらこの人の妄想かもしれないとか、そういう話ってやっぱあるじゃないですか。でもやっぱりそれはストーリーね、伝承話として聞いてるというスタンスではありますね。だからアトラスラジオをお聞きの皆さんはです ねそれぞれが情報に対してリテラシー能力を持ってですね、これは聞こう、これはやめようとか、そういう取捨選択は各自がやっていただければと思っております。でよくですね、まあオカルトと幻覚とか、オカルトとまあ妄想とかいうことを考えていくにあたって、よくあるのが、私は死者と電話で話したみたいな話がありますよね。ね、例えば A さんと夜なんか喋ったと。で翌朝ですね、 A さんの家にねもう一回電話しようと思って電話したら、家族が出て、 A はもう3日前に死んでますって言われて、って昨日喋った A さんは一体誰なんだと思うことってありませんか？ないですよね、普通はね。ただそういう話ってよく聞くじゃないですか、皆さん。うん。であとね、これね、基本的にまあ言ってしまえばですね、実際は A さんとやっぱり電話で話してないんですよ。 B さんというまた違う人と話してるんですね、電話で。それが脳の中で変換して A さんと喋ったっていうふうに思い込んでるんです。これリアルな会食とかでもあるんですよ。ある人物が、まあ、C さんとしましょう。 C さんと親しく会食をしてその日は別れた。で、翌日ね、まあ、C さん宅に電話したら、もう1週間前に死んでるって。昨日食事したのは幽霊だったのか。まあこういう話もよくあります。でもこれよくよくずっと丁寧に調べていくと、実は D さんという全く違う人物と食事をしたのが、なぜか、ね、その体験者の脳の中では入れ替わってしまって、まあ、C さんと食事をしたというふうな、まあ、幽霊話になっていくわけですね。このように人間の脳の思い込みとか錯覚とかですね、そういうものっていうのはオカルト話を作り出していると言って過言がないです。でオカルトの全てが嘘ではありませんし、妄想でもないんですけども、一部こういう情報が混じっているのは間違いもなく間違いないことなんですね。で例えばですね、UFO とか宇宙人って人間のですね、こう深層心理が反映されていることが多いんですよ。例えばですね、 UFO って別にね、この20世紀に入ってから目撃されたわけじゃないんですね。これ海外の文献とかにも書いてるんですけど、昔からね、ギリシャの時代から他の星に人が住んでいるっていう考え方があったんですよ。ね、宇宙人っていう考え方があったんです、昔から。もう何百年も、何千年も前からあったんですよ。ね、それで、そこにいる宇宙人がやってくるっていう概念もあったんです。で、まだ飛行機が発明される前の
ね、にも宇宙人を見たっていう目撃談があるんですよ。これあまり知られてないんですけども、あの飛行機が発明される前のね、宇宙人目撃談ってね、面白いんですよ。なんか火星人が地球にやってきたと、で火星に着陸してなんかしてたという目撃談が上がってくるんですけど、当時から当然飛行機もなきゃね、当然もうロケットなんか想像もつかないんですよ。そうなると人間の脳っていうのは与えられた情報の中で最大限空想するんですね。どういう空想をやるか、飛行船ですね。飛行船で飛んで火星人が乗り込んで飛んできて着陸して何かしてたっていうふうになるんですね。まあまあ当然今の小学生だったらね、え嘘だって分かりますよね。飛行船で火星からは来れないよとかね。ところがですね、まあ当時はまあその大気圏突入とかね、そんなことは全然知らないでしょうし、宇宙服がないと放射線にやられてダメだろうとか、そんなふうに思わないわけですから、宇宙人を見たって人はですね、そういう想像しちゃうわけなんですね。飛行船で来たみたいな。で宇宙人っていうのはですね、もともとまあアダムスキー型みたいな、アダムスキーがあった宇宙金星人、金髪でね、ちょっと美形、男子も女子もあれね、なぜか美形なんですよね。ブサイクのやつ誰もいないんですよね。デブとかね、痩せてる人とか、なんでこんなみんなスラッとしてモデルさんみたいなんだろうと思うんですけど、ね、それがいずれね、ちっちゃい小人型宇宙人グレイに変わっていくじゃないですか。あの変化っていうのは映画の影響を受けてますよね。未知との遭遇、名作ですね。面白かったんですけど、未知との遭遇の中で、まあ最後ね、宇宙人の星に行っちゃう男がね、こう UFO にこう光に包まれていく時に、周りにいっぱい小人型宇宙人が立ってるんですね。印象的な最後のシーン、あれで宇宙人グレイというイメージが形作られて、それで世界中で人々が見るようになったんですね。だから映画でだいぶ見るビジュアルが違うってことは、既存のメディアによってちょっと目撃談が修正されてるんですよね。でさらにですね、まあ90年代、そうですね、80年代末ぐらいだったかな、V っていう宇宙人が、トカゲ型宇宙人が地球をね、まあ要人に化けて密かに支配しているという、そういう、これはもう中高年しか知らないね、 ビジターっていうのかな、侵略者たちみたいな、これは面白かったんですよ。でそのね、こうなんか大統領とかのこう顔の覆面を取るとですね、ルパン三世みたいにこう皮をかぶってるんですけど、下からトカゲの顔が出てくる。お前は宇宙人だな、結構養殖である人がみんな宇宙人で、これウルトラセブンでもこういう話ありましたよね。ね、団地が全部宇宙人になってる、ちょっと怖いですね、なんとなくね、そういう設定は。でもこの V が大ヒットしまして、世界中でそれ以来レプティリアントカゲ型宇宙人っていうのがなんかもう人気ですよね。レプティリアンに襲われたとかね、日本でも僕はヒアリングしたことありますよ。公園の茂みの中からレプティリアンがニューッと顔を出して、あ、レプティリアンだと思ったら茂みの中に入ってサササササって逃げていった。とても知的生命体とは思えない動きですよね。で、あと僕が聞き取りしたのは、あるね、若い男の子が、まあ、受験勉強、大学受験だったか高校受験だったか忘れちゃいましたけど、受験勉強してるとガサガサってベランダで音がした、ね、
マンション住んでる子なんですけどね、なんだと思ってもう見に行ったら、そこに宇宙人が立っていた。で、と思ってこう目が合うじゃないですか。でしばらく睨み合ったら、宇宙人がベランダをまたいで下に降りて帰っていった。それ宇宙人じゃねえんじゃねえ、ただの泥棒じゃねえのって僕は思ったんですけどね。あの辛抱強く最後まで聞きましたけど、あのそれはちょっと違うぞって。あの高度な文明持ってれば、あのベランダまたいで帰らないぞみたいなね、ただのそれお前空き巣とかこそ泥じゃねえかみたいな。だからね、結構ねこう脳の中で変換が行われてるんですよね。初めて泥棒を見たショックで脳がパニックを起こしてしまって、一体何何あれは何宇宙人だって脳の中で変換が行われちゃったんでしょうね。割とね、だからこういうね、映画に誘導されるパニックになって脳の中で入れ替わるっていうことはよくあるんですね。それであれがありますよね。前ね、神戸である UFO の、まあ、観測会みたいなのがあったんですね。見事 UFO が現れたんですよ、 UFO が。でも大騒ぎになるんですけど、そこに UFO が飛んでるっていうんだけど、人によって見える形が違うらしいんですよ。まあ50代後半以降はアダムスキー型に見える、で若い人には発光体に見える。同じ物体を見てるんですよ。同じ物体を見てるんだけど、脳の中で翻訳すると違うビジュアルになっちゃうんですよ。割と年配の人は謎の円盤 UFO とかね、そういうねドラマとか空飛ぶ円盤とかいう雑誌がね、雑誌特集とかありましたから、まあこう変換しちゃうんでしょう、アダムスキー型に。で若い人は発光体の方が今風の UFO だからそっちに変換するんでしょうね。だから同じものを見ていても脳の中で変換するから変わってきちゃうってことがあるんですね。で話は戻りますけども、まあ宇宙人に拉致られたっていう体験結構あるじゃないですか。で僕は本当の事件もあると思うんですけど、一部はですね、何かこう勘違いをしてるんじゃないかなと思っているところがあります。でまあ拉致られた、で必ず実験器具を埋め込まれたっていうのがあるじゃないですか。あれはですね、結構ですね、子供の頃の記憶じゃないかっていう説が強いんですよね。赤ちゃん生まれたばっかりの頃の記憶で、必ず拉致られた、宇宙人に拉致られた人って裸でこんな風にベッドで寝かされていて、宇宙人にこうなんか注射されたりね、いろいろなんか実験されるじゃないですか。で、あれひどい目に遭うんですけど、で必ずこう下からハッと目を覚ますと、周りからいろんな宇宙人がこう覗いてるんですね。グレイが覗いてるわけです。でこれはなんだと思うじゃないですか。俺は拉致られたのかとか、そういう体験で話す人がいるんです。でね、ホースカインド第四種接近遭遇は、僕は本当にあったことだと思いますけど、一部はこの赤ちゃんの時の記憶、つまりですね、赤ちゃんで誕生した時に例えば未熟児だったりして、それで特別な部屋に入れられて、赤ちゃんだから裸で寝かされてますよね。でお医者様とか看護師さんが覗き込んでるじゃないですか。あるいはまあ身内の人なんかも心配そうに見てる。でハッと見上げると、まあ、いろんな大人が見てるわけですよ。で赤ちゃんが初めて大人の顔を、目が開いて大人の顔を認識すると、グレイみたいな顔で認識するらしいですね。赤ちゃんはね、お腹の中から外の世界が出てきて、不安な気持ちの中で裸で自分は寝かされている、ね、で周りにはなんか電子機器がいっぱいある。それありますよ、病院だから、ね、未知の電子機器がある中で裸で寝かされていて、
ね、グレイみたいな、よくわかんないやつが周りを見て、自分を覗き込んでいる。これ強烈に赤ちゃんの記憶に残されちゃうんですよ。ね、で当然看護師さんはね、赤ちゃんのね、こういろいろあれでしょう、ね、いろいろ体を、ね、触ったり、ね、こう体調を見たりしてるわけですから、なんか俺にしてるって思っちゃうんでしょうね。で当然大きくなるにつれてそういう記憶はなくなる。ね、この赤ちゃんの時の記憶ってのは普通残ってないんだけど、深いところに残ってるんですよ。でそれがですね、ある日何かの拍子でヒュッと呼び返ってきて、グレーみたいなやつが覗き込んでいた、電子機器が周りにあるところでベッドで裸で寝かされていた、周りは俺を興味深そうに覗き込む宇宙人グレーだったっていう宇宙人遭遇談になるわけなんですね。だからね、結構こういう話っていうのはこういうトラウマとかね、遠い記憶みたいなのも影響してるんですよね。それであれですけどね、なんかあのまあ実際にですね、あのこう宇宙人に拉致られたっていう体験あるじゃないですか。なんかね、例えば町外れですごい発光体が見えてね、で宇宙人にさらわれていろいろ人体実験されて100キロも離れた砂漠で俺は捨てられてたんだみたいな、アメリカ人が証言してたりするじゃないですか。あれも本当の話はあるかもしれません。というか本当の話もあるでしょう。でもですね、一部はですね、これも模造記憶の場合があるんですよね。あの例えばですね、まあ不良の集団、日本でいうと半グレですね、半グレにさらわれてボコられてる。それ人間の心ってのは弱いですから、もう死ぬ手前までボコられてると、あ、これは宇宙人なんだと、俺をボコってるやつは宇宙人なんだ、俺は半グレとか反社にね、反社会的集団 にさらわれてボコられてるんじゃないんだ、それだと怖すぎるじゃないですか。皆さん、宇宙人にさらわれて人体実験されてるんだ、もう宇宙人はもうテクノロジーがすごいからもう諦めるしかないじゃん、しょうがないねというふうに脳に納得させるんですよね。それでまあ脳の中でこう整合性を取る。だからまあ宇宙人に本当はあれですよ、街角で因縁つけられて半グレに拉致られて、半グレを車に乗せられてどっか倉庫でボコられて砂漠に捨てられたんだけど、それだとあまりにも切なくて悲しいから、脳が自分を守るために自分に自分に嘘をつくんですね。自分が自分にすごいテクノロジーの宇宙人にやられちゃったからもう仕方ないよねと。ね、で半グレとかだったら、ああなぜあそこでおまわりさんに手を挙げなかったんだろうとかいろいろ考えちゃうじゃないですか。残念な思いが残っちゃう。だからまあ宇宙人にね、こうね、さらわれてしまったんだよっていうふうにこうどんどん置き換えていくんですよね。それによって自分を守っていくと。で、あのビリュサイっていうあのね、アメリカの有名なあの誘拐されたご夫妻がいらっしゃるんですけど、旦那さんが黒人で奥さんが白人のカップルで、まあさらわれてしまったと。でまあこの体験談怖いんですよ。子供の頃からですね、僕はよく UFO 図鑑とかね、そういうので読みましたよ。怖えなと思って。でこれなんかもう多くの研究者が指摘をしてるんですけど、まあ昔ですからね、今でこそ男性が黒人で女性が白人というカップルもあったんですが、当時はですねそういうカップルは珍しかった。黒人の男性が白人の女性を妻にするなどありえなかった。だから好奇の目で見られていたっていうんですね。
でその好奇の目で見られてるっていうね、そのこのご夫婦の精神的不安感ストレスが、まあ、宇宙人に拉致られたという、そういったケースを生んでいるっていうことなんでしょうね。まあそういうふうによく言われてます。まあ確かにそうなんでしょうね。こういうのってすごい面白いなと僕思うんですけど、なんかね、やっぱり人間の心とかなり宇宙人って UFO ってこうマッチングしてくるなと僕は思ってるんですよね。人間がなんか宇宙人にこだわるのってある意味そうだな、宇宙で一人ぼっちじゃない、宇宙人がいるよと、僕ら地球人だけで寂しくないよ、宇宙人がいるからねっていう、そういうなんか思いが宇宙人に対する人類の羨望としてあるんじゃないのかなと僕は思ってますね。だから僕らは UFO に惹かれて宇宙人に惹かれるんではないのかなと、そう思ってますよね、うん。でもこういう妄想だけではね、こう解決的な話っていくらでもあるんですよ。だからそこら辺のね、こう取捨選択、こう分類しながら切り分けていって判断していくっていうのが今後必要になってくるのかなという感じですよね。まあ今後はどういうタイプの宇宙人がね語られていくことになるのか、またそこには何か世相があるのかっていうところをちょっとまたいずれ分析していきたいなと思っております。まあ今回はですね、宇宙人とか UFO にと妄想、幻覚、勘違いとの関係について話をさせていただきました。面白かったですね。高評価をしてください。でコメントお願いします。私もトカゲ型宇宙人に会ったと、三丁目の角にいましたとかね、何でもいいです。ね、小人型宇宙人公園の砂場で遊んでましたとか、何でも構いません。そういう話僕は大好物なんで、していただければいいかなって変ですね。していただければ大変嬉しく思っております。でメールでもください。コメント恥ずかしいとかですね、もっと長い内容になるからっていう時はですね、 tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp までお願いいたします。ね、メルマガも読んでくださいね。陰謀論とかですね、やばい話、ヤタガラスとかですね、裏天皇とか、イルミナティとかですね、参加の秘密結社、篠原とか、そういうお話とかですね、まあ、さまざまな陰謀とか謀略は、山口敏太郎のサイバーアトランティアを検索して、ご購読願えたら非常に嬉しいかなと。まあ、フーミーさんとかで出しておりますので、フーミーで検索していただいても構いません。まあね、ぼちぼち頑張ってますのでね、ぜひ応援してください。あと、ダークウェブという DVD のナビゲーターを務めております。作品の中にも出てきます。世にも奇妙な物語のタモさん的位置に、ビンタロウがいるというふうに解釈してもらえればいいかなと。僕はですね、インターネットの闇について詳しくナビゲートしております。ダークウェブ、これも大変好評ですよね。皆さん見ていただければと思っております。ということでアトラスラジオ、頑張ってやってきてますけどね、まあ毎日更新ちょっとしんどい時もあります。でもうどうしてもですね、家でやったり事務所でやったりしますけど、仕事が、日常の仕事がですね、編集とかですね、ネットニュースの翻訳とか、日常業務がバタバタ横でやってる横でやってますので、まあ普通に雑音が入りますけども、そのあたりはなるべく減らしていこうと思っております。オカルト好きな友達がいればですね、
ぜひ敏太郎さんのサイバーアトランティアを読もうと、ね、アトラスラジオを聞こう、アトラスニュースも見よう、そういうふうに言ってくださいね。アトラスニュースも頑張って翻訳記事をいろいろ紹介しております。ぜひ皆さんアトラスラジオも合わせてご愛顧願えたら幸いかなと思っております。だいぶ寒くなりましたね。ちょっと台風が去った後ですね、今日ちょうど、ね、これ火曜日の、ね、夕方に撮ってるんですが、なんか肌寒い感じがしますよね。皆さんね、風邪などひかないように。結構インフルエンザが流行ってるらしいですね。結構まあラグビーのワールドカップの関係もあって、海外からいろんなお客様が日本に来てまして、その影響でインフルエンザが流入していると。で、患者がもう何倍もの数に増えているということなんで、皆さん電車乗るときはマスクを忘れないようにね、風邪とかひいちゃうと大変ですから。ということで、山口敏太郎のアトラスラジオ、次回のアトラスラジオでお会いしましょう。オカルトはエンタメだ。そしてお耳の恋人、お耳の親友、山口敏太郎でした。ありがとうございます。